この動画はデ i ジキの提供でお送りします。こんにちは。今日は電流の測定についての動画です。回路の電流を測るとき、こういったクランプであったり、あとはテスターなんかを使って電流を測るかと思います。 そこでこんな疑問が湧いてきます。こういったテスターの中では一体どうやって電流を測定しているのかです。実は電流の測定方法には色々やり方があります。今日はどんなやり方があって、そしてそれぞれがどんな特徴を持っているのかというのを実験しながら解説していきます。実際に始めていく前に今日のスポンサーのディジキーの紹介です。どうぞ。 スマホやパソコンの頭脳である CPU の仕組み、皆さん興味ありませんかデジキー日本語 YouTube チャンネルの動画シリーズ、高校生のための自作 CPU 入門編なら、知識ゼロで CPU の仕組みについて学べます。CPU って専門的で難しそうって思うかもしれないんですが、このシリーズでは分かりやすいスライドで解説されているので、とっつきやすくなっています。 まずは入門編という位置づけで複雑な電子回路は使わずそもそも CPU がどのような構成になっていてどういった仕組みで動いているのかというのを解説していきます高校生のための自作 CPU 入門編を見てコンピューターを使う側から作る側になる第一歩を踏み出してみてください概要欄に動画へのリンクがあります まずはどうやって電流を測定するかというところから始めます。例えばこんな電球を用意して、そこに電流を流すとしましょうか。こんな感じですね。はい、光ります。例えばテスターを使って電流を測定するときはこんな感じです。電源を落として、そして回路をこういうふうに切断すると。そこでテスターを電流測定モードにして、この切断した回路のところにつなぐと。 繋いだ後にもう一回電流を入れると、こんな感じですね。ちゃんと電流が流れています。0.56A です。クランプを使う場合はもう少し簡単です。電流が流れているところの線にクランプの輪っかを開いて、そして挟んで輪っかを閉じると。そうすると電流の測定ができます。だいたい先ほどと同じ 0.5A 程度流れています。 先ほどのテスターと違って回路を切断しなくてもこのように輪っかを回すだけで電流の測定ができてしまうのがクランプの便利な点です。テスターとクランプ図でまとめるとこんな感じです。テスターの方だと非測定回路にテスターが入るので電流の測定をしたい場合は一回回路の動作を止めてからテスターを入れる必要があります。 一方でクランプの方は電流が流れている線にクランプを挟み込むだけなので回路の運転を止めずに電流を測定できるのでそこがかなり便利なポイントですこんな感じで電流の測定ができるのですが実はそれぞれで測定の原理が違いますここで説明したいことはテスターだからこういう風うに動いているクランプだからこうというわけではなくてこういった測定原理を使って電流を測定しているということです テスターでの測定はどうなっているかというと、実はこのテスターの中に抵抗が入っています。この抵抗に電流を流して、その時の抵抗の両端の電圧を測定することで電流を測定しています。こんな感じで電流が流れていくわけです。 一方でクランプの方はどうなっているかというと、こういう風に電流が流れているのですが、その電流が作る磁束を測定して何らかの方法で電流値に変換しています。抵抗と磁束ですね。ではここからは抵抗を使った電流測定と磁束を使った抵抗測定についてそれぞれ見ていきます。まずは抵抗の方を見ていきます。 抵抗を使った電流の測定はオームの法則を使っています。これが元々回路に入っていた負荷。そしてこれが電流を測定するために入れた抵抗だとします。ちなみにここに入れる抵抗のことをシャント抵抗と呼んだりもします。例えばシャント抵抗を入れた時に流れる電流が アイアンペアだとしましょう。その時のシャント抵抗の両端の電圧は VV v とします。そうするとオームの法則から流れている電流がわかります。シャント抵抗の抵抗値とシャント抵抗の両端にかかっている電圧から電流が計算できるわけです。では実際にやってみます。では実際にやっていきます。今こんな感じの回路構成になっています。 こちらがまず負荷です。そしてこれがシャント抵抗ですね。その辺に転がっているものを適当に選んできました。そのシャント抵抗の両端の電圧をこの電圧計で測定しています。では実際にやっていきます。この電源を入れると負荷のランプが光るはずです。おぉ、燃えてる。 あの、抵抗なら何でもいいっていうわけではなさそうです。このように丸焦げになってしまいました。シャント抵抗を使う時にいろいろ考える必要はあるんですけども、まず抵抗値について見ていきます。今回負荷として選んだ電球は 60W のものです。電圧は 100V なので、そこから計算すると大体1 6 6オーム程度持っていることが分かります。 先ほど適当に選んだシャント抵抗があったと思いますそれと同じものを見つけて抵抗値を測定してみると1 0 0 0オームありました先ほど電源を入れた時に電球が光らなかったのはシャント抵抗の抵抗値が多すぎて電球を光らせるだけの電流が流れなかったからですその後シャント抵抗は燃えてしまったんですがなぜ燃えたかというとシャント抵抗に電源電圧がほとんど分圧されて定格電力以上の 10W が個々のシャント抵抗で消費されています されてて燃えてしまったというわけですここで言いたかったことは何かというとシャント抵抗は元の回路に影響を与えないレベルの抵抗値にしなければいけないということですじゃあ実際どれくらいの抵抗値にするかというのを見ていきます計算をしやすくするために回路を変えましたこれが元々入っていた負荷抵抗そしてこれがシャント抵抗です まず、シャント抵抗がない場合、つまり、短絡されていて0オームの場合を考えてみます。そうしますと、この回路に流れる電流は、オームの法則から 10mA になります。これが本来流れている電流です。では次、シャント抵抗を入れてみたいと思います。今回は、負荷の抵抗値が分かっているので、どのくらいのシャント抵抗を選んだらいいかっていうのは、非常に簡単に分かるんですね。負荷の抵抗の1%ぐらいなら、まあ、影響はしないだろうってことでですね、10オームにしてみます。 そうしますと、これもやはりオームの法則から電流値を計算できまして、9 9 m a の電流が流れます。シャント抵抗を入れると、シャント抵抗の影響によって流れる電流が少しだけ減るんですね。次は実際にシャント抵抗の両端の電圧を測定して、そこから電流を計算してみます。今、シャント抵抗を入れない状態で測定しています。当然、シャント抵抗には電流は流れていないので、シャント抵抗両端の電圧は 0V です。 今、比較用に電流計を直列に入れています。この時に流れている電流は1 0 m a アです。次はこの回路にシャント抵抗を入れてみます。そうしますと、電流値は9 9 m a アに下がりました。シャント抵抗の両端の電圧は 98mV。シャント抵抗は1 0オームです。今回は抵抗の誤差率は無視してぴったり1 0オームとします。そうしますと、シャント抵抗の電圧から流れる電流を計算できて、 9.87mA という結果になります 9.9mA とほとんど一致していますねこのようにしてシャント抵抗を使うことで電流を測定することができますただシャント抵抗自体が回路に与える影響というのも無視できませんシャント抵抗をバイパスして回路の電流を測定すると 9.9mA だったものが 10mA に増えました ここで思いつくのが、シャント抵抗の値を小さくすればするほど元の回路に与える影響が少なくなるということなんですけども、そうしますと今度電圧の測定が難しくなってしまいます。そして回路にどのくらいの電流が流れているかによっても、シャント抵抗の電圧は変わってしまいます。何オームくらいのシャント抵抗を使うかというのが難しいところです。 あとはシャント抵抗での消費電力も重要です。シャント抵抗でも実は電力を消費していまして、それは電流の2乗に比例します。そして通常の抵抗と同じように定格電力もあります。定格電流100%のところで使っていたり、定格電流以上で使うとシャント抵抗が発熱して抵抗値が変わってしまいます。 抵抗値が変わるというのはどういうことかというと、計算の時に使う基準の抵抗値が変わってしまうことになります。なので、発熱したシャント抵抗で測定するというのはあんま良くないわけですね。ここら辺はデータシートを見てみると、定格電力の何パーセントとか、あとは定格電流の何パーセント以内で使ってくださいという記載があります。 あとは、シャント抵抗が本当に抵抗成分だけなのかというのも考える必要があります。何が言いたいかっていうと、インダクタンス成分が効いてくるんですね。回路で見てみると、R だけだったシャント抵抗が実は R と L の直列回路だったということです。回路に流れている電流が直流であれば問題ないのですが、交流であったり、高周波の成分を含んでいたりすると、L の成分が測定に効いてきます。実際、抵抗の中身を見てみると、こういうふうに巻線になってい ているので、インダクタンスの成分がいくつか出てきますなのでこういった電流測定のために作られた専用のシャント抵抗を使う必要があるんですねちなみにねスポンサーの d i g i k で購入できます抵抗を使った電流の測定についてはわかったので次は磁束を使った電流の測定について見ていきますまずは電流が作る磁束について見ていきます電線に電流が流れている時電線の周りにはこんな感じで磁束ができています 例えばこの電線に電流が流れていたら、いわゆる右ネジの法則ってやつで、この電線の周りに磁束ができます。この電線がこういうふうな丸まってて、コイル状になっていれば、このコイルの中心を貫くような磁束ができます。いろいろ計算していくと、電流によって作る磁束っていうのは、電流の大きさに比例します。やりたいこととしては、この磁束を使って電線に流れている電流を測定したいわけです。 まず思いつくのが電磁誘導を使う方法ですねこちらの黒い線にコアを通してそこにコイルを通しますこちらのコイルに出力される電圧をオシロスコープで見ています最後に残り半分のコアをかぶせて電源を入れると、はい、こんな感じでコイルから出ている電圧が見えています今ですね撮影している照明からものすごい量のノイズが出ているので波形は乱れていますが照明を消すとこんな感じです さすに電流を流すとこのように電磁誘導によってコイルの二次側に電圧が出てきます電磁誘導はこの式で表されます n は先ほどやったこのコイルの巻き数そして φ というのはこの流れる電流によって作られる磁束ですこれをいろいろ計算していくと先ほどのこのコイルから出てきた電圧というのは電流の微分に比例するんですねそれに何か適当な係数をかけたものです この係数っていうのは、例えばコアの当磁率によって変わったりとか、コアの断面積によって変わったり、あとは巻き数によって変わったりするものです。この導線に何アンペアの電流が流れているかを知りたいだけでしたら、コイルに出てくる電圧の振幅を見れば良いわけですし、もし電流の波形が見たいんだったら、この出てきた電圧を積分すれば電流の波形が見えます。 ちなみにこれコアがない状態ですと感度が非常に弱くなってしまいますので超微小な信号が乗っている状態になります変圧器のコアを乗せて閉じるとちゃんと電圧波形が見えるようになりますまた断面積によってもどのくらいの電圧が出てくるかというのが結構変わるんですねまたどの電流を挟むかによって見える波形が変わります 今こちらのコアで挟んでいるのは、負荷の方に向かう黒い線だけです。これを負荷から帰ってきた白い線も一緒に挟むとどうなるのか見てみます。そうしますと、波形は出てこなくなりましたね。一応ちょっと信号は乗ってるんですけども、まあ、これはですね、測定環境由来のものですね。もう一回コアを取り外して、今度は白い線だけを見てみますか。こんな感じで。 白い線だけを挟んでいますそしてコアを閉じると電圧が出てきましたこれは行きの電流が作る磁束と帰りの電流が作る磁束が打ち消しあってトータルで見ると磁束がゼロになるからですこれはアンペアの周回積分とかそのあたりで出てくることですね この考えを応用すると、電流の感度を高くすることができます。今、電流が流れているこちらの赤い線のループは1回です。その時、この振幅です。このループを2回に増やすと、 振幅増えましたねそしてさらに3回のループにするとコイルから出てくる振幅は増えました電線が3回通っていることになりますので等価的に3倍の電流が通っていることになりますつまり時速も3倍になりますその結果コイルから出てくる電圧の振幅も3倍になったわけです こうやってコイルの電圧を元に電流を測定していくわけですが、この方式は電線に流れている電流を微分したものなので、直流電流の測定はできません。 実際にこのように直流の電流を流していますが、直流の成分というのは出力されていないんですね。ちょっと波形がですね、こういう風うにノイズっぽくなるんですが、これは直流電源から出ているノイズの成分が微分されたものです。ここで普段からクランプメーターを使っている人なら気になることがあると思います。世の中には実は直流も測定できるクランプメーターがあるんですね。直流の電流を流していますが、ちゃんと測定ができています。 これどうやっているんだと思うかもしれませんが、例えばですけども、ホールセンサーを使う方式があります。これがホール素子です。ホール効果を使ったものです。この部分に磁束が通ると電圧が出てきます。ホール素子の特徴なんですけども、直流電流でも交流電流でもどちらでも測定できます。ただ実際に測っているのは電流で作られる磁束です。こんな感じでホールセンサーもコアのところに入れて、そしてコアを閉じると 電流が作る磁束の波形が見えています負荷を消すとこんな感じですね今回使っているホールセンサーの感度はそこまで高いものではありません感度が高いホールセンサーですと電流が流れている線に近づけるだけで電圧が出てきますあと直流の磁束についても見ることができます コアをかぶせて電流を流すと、ホールセンサーが磁束を検出して直流の電圧の変動が出ています。ホールセンサーが出している電圧を電流値に変換するわけです。 ホールセンサーは時速を使っているという都合上2本の電流が通っている電線が近くにあると磁束がそれぞれ打ち消しあったり逆に加算するようになって電流がうまく測定できないことがありますなので実際には測定したい電流のところをコアで挟んで鉄心の空隙部分にホールセンサーを入れて測定をします こうすることで挟んだ電流以外が作る磁束はこのホールセンサーにはほとんど影響しませんホール素子はこういったクランプメーターに使われていることもありますし電気自動車のモーターに流れる電流を検出するのにも使われることもありますまた時速が検出できるという特性を利用してモーターの回転角を検出するために使われることもあります ちなみに電磁誘導を使う方式でもホールセンサーを使う方式でもこのように電流が流ががれている線をコアに通すすとその部分分でで少しだけインンダクタンス成分ができます直流の定常的な電流の測定には影響はありませんが交流電流の測定にはインダクタンス成分が効いてきて少しだけ影響が出ることがありますその点だけ注意ですね といいうわけで今日は電流の測定につてて見てきましたこの動画ではシャント抵抗を使う方式と磁束を検出する方式を見てきましたで実はですねこれ以外にも紹介していないやり方がいくつかありますので興味のある人はいろいろ調べてみてくださいロゴスキーコイルとかあるんですけどそこら辺も結構面白いですもしこの動画が役に立ちましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします何か気になることがありましたら是非コメントもしてみてください それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。ここで公演情報のお知らせです。2025年8月9日土曜日に秋葉原コンベンションホールにてトランジスタ技術主催のエレキ万博2025が開催されます。 もちろん d ィ k キ y も出店しており今回特別に招待を受けまして d ィ k キ y ブースで講演をすることになりました内容は半導体の自作についてを予定していますこちらのエレキ万博2025は無料で入場できますので概要欄の URL から事前登録していただいて是非お越しくださいお待ちしております一軒が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です詳しくは概要欄から